い、皆さんこんにちは、ズータイムです。さあ今回はね、こちらの、ウロコインコが登場しておりますけども、少し前にね、こちらのコトリウム、アクリル製のね、コトリケージのご紹介もさせていただきましたが、こちらの自然木で止まり木を作るという動画も、インコ編では前回お伝えいたしました。そしてこちらの自然木を、使用して、ケージ内にレイアウトしますよということもお伝えしていましたので、今回は、こちらのウロコインコのためのね、中のケージを自然木でレイアウトしてみたいなというふうに思います。で今回は、もうこの自然木を利用して、このインコを過ごしてもらってたんですけども、視聴者の皆さんに分かりやすくね、カスタムの様子をお伝えするためにこの純正の止まり木に一旦今戻しました。でそこから、この自分で作成した、この自然木を利用したものをレイアウトしたいと思います。で今回はですね、その他にもですね、こちらのいろいろ自分で作成したね、この丸太を、使った止まり台をつけてみたいですとか、こちらも自然木を利用したこういったインコのおもちゃ、噛んだりとか、アスレチックになったりするものなんですが、このようなインコが、幸せに楽しめるものもね、設置して、レイアウトしてみたいと思います。はい、あっち行ってますね。はい、ではですね、こういったまずこの止まり木の作り方に関しては前回の動画を、気になる方はぜひご覧いただきたいんですが、こういったインコのね、止まり木だけじゃない、こういったおもちゃの作り方からまずは今回ご紹介したいと思います。それでは今回も行ってみましょう。はい、それではチェーンソーで、丸太を切った、このインコの止まり台をですね、次はこちらにオニメナットを、入れていきたいと思います。ではクランプで固定して開けたいと思います。これチェーンソーでもやっと、カットできたね、おならの丸太なんですけど、かなり硬いので危険なので、しっかり固定して開けたいと思います。この断面ですね、ちょっとまっすぐカットはね難しかったんですけどね、これも味だということでそのままいきます。こちらの止まり台に続いては、インコの、まあ、アスレチックというかね、遊び場になるようなものをまたこの自然木を利用して作りたいと思います。基本的にはね、
この自然木、それから丸太に穴を開けて、インコでもね、破壊されて破壊されない、それから噛んでも安心のステンレスワイヤーを、通してこのインコのおもちゃを作りたいなと思います。はい、それでは穴を開けていきたいと思います。掘りましたね。はい、ではね、適当にちょっと通していきたいと思います。それでは次はね、このワイヤーをカットしたいんですが、ちょっとこの金属をカットするハサミがなかったもので、グラインダーで、カットしたいと思います。カットしたところを、こちらの、まあ、電気工事士が使う、こういったもの、電線を束ねるですね、こちらでプレスをして、上の部分は、吊るすためのこんな L 字アングルが、あのコトリウムにですね、ついていましたので、まあ、ついてない方はね、カラビナでもいいですし、金属のもの、輪っかがついているものなら何でも止まると思います。はい、ではこちらのね、丸太の、止まり台とこのおもちゃのね、作成動画ご覧いただきましたけども、もう両方本当にとっても簡単です。この自然木の止まり木を作るのと同様で、こちらの丸太の断面非常に汚いんですけどね、すごく硬い木だったのでチェーンソーで今回切りましたけども、こちら、はい、オニメナットを入れて、この長ボルトをこの差し込むタイプですね。で、ワッシャーをかまして、このコトリウムの側面につけます。まあ、コトリウムじゃなくても、一般的な金属のケージなら、つけれると思います。で、ワッシャーなんですけども、このコトリウムの買われた方の方は、こういう樹脂製のワッシャーも、純正のがついてたので、今回はこれも利用しようかなと思います。で、ワッシャーは2枚、このケージを挟んで、2枚使った方がしっかりつくんですが、1枚でも、全然取り付けは可能だと思います。今回はこのコトリウムの純正のも使って2枚で挟んでケージの側面につけたいと
思います。でこちらはですね、ワイヤー、ステンレスワイヤーを使ったんですが、ステンレスを使ったのは、まあ錆びにくいためですね。はい、普通の鉄のワイヤー、それから針金でも十分代用可能だと思いますが、針金の場合は、ステンレスを使用されることをお勧めしております。今回はちょっとたまたまワイヤーがあったので丈夫なワイヤーを使いました。このワイヤーを使えば大型インコでも、切られることはほぼないですね。はい、で、こちらも穴を開けるだけです。で作成した時よりも短くしました。ちょっとこの合わせた時に長すぎたので、長さは自由に調整していただければなと思います。で動画でもお伝えしてたんですが、この上は、カラビナとか、まあいろんな代用が効くものがあると思いますが、今回はこのコトリウムの純正のついてたこういったおもちゃをつけるための金具、っていうのもコトリウムにはついてますので、これを使用して取り付けてみたいと思っております。でその他にも今からレイアウトしようと思うんですけども、自然木だったりとか、あとはこのクズのつるなんかも今回は使用して、インコが、飽きない空間作り、楽しめる空間作りもしてみたいと思います。でそれから餌は基本的にはペレットを私は、普段は栄養バランスを考えて給仕しているんですが、まあ、時にはねやっぱりインコの幸せも考えて、シード類も与えています。で今回はですねこの、泡の穂、これをもうまた天井から吊るしてみたいと思います、ね。はい、ということで、では実際にこちらの、インコのケージにいよいよ設置してみたいと思います。はい、それではまずは、純正の止まり木を外していきたいと思います。はい、こんな風に、木の中にハンガーボルトが埋め込まれています。なのでワッシャーとこの蝶ネジなんかはね再利用できるかなと思います。これはですねここにしようかな。ここを手のりんこの場合はこの扉から出てきてくれるんですが、このステップがね結構高いところにあるんですよね。ですからこのステップに乗りやすいようにこの辺につけてあげようかなと思います。はい、それでは設置完了いたしました。こんな感じです。はい、ということでね、自然木中に入れてこの純正の止まり木もせっかくなんでねもったいないので、この外に出た時にこうやってインコが、またケージ外でも止まり木があると便利なので外に向けてつけてみました。はい、で、中はですねちょっと解説していきますと、自然木もこの二股に分かれているものを利用して、ちょっと下からでも上がりやすいように
ちょっと階段のステップのようになっている止まり木にして、この扉から出やすいように設置してみました。はい、でこのおもちゃなんですが、まあ、ちょっと遊んでくれるか分かりませんが、あえてランダムな、太さのものを、いろいろと、つけてみました。でインコがかじってもよし、それから、登るのもよし、でくる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 これ一個ずつこう回りますので、このインコがくるくる動かしてちょっとまた、遊んでいただければなと思います。でこういう泊まり台なんですが、丸太の泊まり台もつけましたが、これ大好物のね、今リンゴとひまわりも、おやつにこうやって乗せてもいいかなというふうに思ってます。もう今インコもね見えてますね。はい、もうリンゴが大好きなので、こんな感じでケージの外からでももうリンゴを食べる気満々ですね。はい、いうふうな感じにしてます。でこのケージの外も結構このようにしてインコ遊びますので、今噛んでますね。はい、これを狙ってたんですけどね、このようにして今このツルですね、クズのツルを使ってるんですが、このクズのツルがこうやって外に出っ張ってるとまたインコの移動にもね噛んだり、それから移動もしやすさがアップしますんで、このせっかくコトリウムのこの側面の、この穴を利用してツルを、これもまたランダムにねぐるーっと一周回しました。そうするとケージに中でも外でもインコがこう移動するときにこのツルを使ったりとか噛んだりとかね、またインコの刺激になる、楽しみが増えますので、こういったツルも設置してみました。はい、それから、こちらですね、アワホも設置してあるんですけども、このアワホをですね、この止めてあるのはこのクリップ、プラスチックのクリップを使ってるんですが、こちらはあのIKEA で購入したクリップなんですけども、普通の金属のあの一般的なあの挟んだクリップでも大丈夫だと思います。ただこれすごく横に長いので、落ちにくいので、この IKEA のクリップを使ってます。はい、今も販売されてるのかな、どうなのかなと思います。こんなカラフルなね、クリップカッとこういう感じで開きまして、カチッと止めることができるもので、これをねアワホでちょっと使用してみました。でもねこれ最後まで食べきるまでしっかり、固定できるので、すごく便利ですよ。はい来たね、どう楽しい。はい、といった感じですね。はい、ということで全体をまたちょっと見せてください。はい、こういった感じで、はい、外も中も楽しめるかなというふうに思いますので、では、早速ですがね、もう入りたいと思いますので、こちらのインコをぜひね中に入れて楽しんでいる様子も、ご覧いただこうかなと思っております。ただ、まあ、個体差は激しいんですが、こちらのインコも多少あるかもしれませんが、この中のレイアウトが変わるとインコもね多少怖がったりするものが出てきたりするかと思いますので、まあ、そこら辺は、ゆっくりゆっくり、慣らしていって、インコが慣れるまでね無理にここで遊んでよというふうに、ね、ことは思わずに、慣れるのをゆっくり待つのがよろしいかなと思います。ではこちらのインコもね、もしかしたらこのおもちゃ怖がるかもしれませんが、中に入れた様子をぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。
い、それではいかがだったでしょうか。こちらにブルーパイナップルも、来ました。今回はですね、この自然木を利用して、インコの幸せな空間作りっていうのを行ってみました。はじめはね、このレイアウトがガラリと変わったので、インコもね、少し怖がっているところがあったかもしれませんが、少しずつ、慣れていってくれましたね。はい、ズータイムチャンネルでは、この他にもインコのヒナの時の育成の方法から、それからインコと、このように仲良くなれる方法っていうのもご紹介しております。それからこのズータイムチャンネルではですね、適正な飼育方法、それから野生動物観察、それから専門的な知識をより深くお伝えするズータイムカレッジ、という、3本柱で、行っている番組であります。その他もぜひチェックしてみてください。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。